はい、こんにちは、こんばんは、ぽっちょです。今日はアスファルト8を実況したいと思います。今日はアスファルト8の新企画をしたいと思います。ニトロウイルス系ニトロでかかるとウイルスになるレースをやりたいと思います。じゃあ早速行きましょう。最初のレースはこの事故が多い狭い幅のレースです。早速レースがスタートします。お、ビリンの人は感染するようですね。ニトロウイルスに。とにかく逃げましょう。あ、ちなみにウイルスですが、このウイルスにかかると無限にニトロ出ますが、制限時間というか時間が切れると爆発してクラッシュするので、早いけどさらに危険です。まあ、とにかく逃げましょう。ここはできるだけ鬼ごっこですね。つまりタッチ上鬼みたいなもんですね、これ。危ないですね、本当に。まあ、この車はかなり速いですから、かなり事故りますね。ニトロ危なかったですね。ニトロウイルスにかかるとこの車自体はかなり事故になるという、耐久性がちょっと少ないから。でもなんでこんな車に乗ってくれば速いからですね。とにかくいい感じに逃げてますね。差をつけることが一番です。ここは危ないですね。やっぱこれハラハラしますな、このコース。今もクラッシュしそうです。奇跡でした。危ないですな。やっぱ危ないですね、このレース。めっちゃ危険ですね。で、狭いルート、あー、ここでまさかのクラッシュかい。あ、やばいな。じゃあ作戦変えましょう。ここは感染するとこんな感じ、緑になります。で、感染させて逃げたいと思います。ここはおー、危ないですな、ここは。今どんな感染で死んだんだ、これ。ちょっと意味不明なクラッシュですね。まあ、とにかくゴールが急がないと1位になれないので、急いでゴールしたいと思います。よし、なんとかゴールできましたね。ということで1位になりました。次のレースに行きましょう。次のレースはかなりめっちゃすっごいジャンプとかがあるレースです。これもまた事故りそうですね。ニトロがありますと。早速スタートしまして、ビリーの人はもちろん感染しますね。まあ逃げましょう。最初はおお、やっぱハラハラしますな。ここはアスファルトの中でもウイルスレースの人も事故ですね。つまりこれ事故になったら感染決定ですな、ほとんどは。車の差があるとかなり感染っていうかビリリになりやすいから、速度がまずアスファルトが遅くなるからハラハラしますね、事故になるか。いおお、よしよしよし、うまくもらいましたね。よいしょ。あ、えすごいとこ、今さっきクラッシュしましたね。やべ、感染しちゃうな。あ、あ、やべ、まさかミスった。まあいいや、ここは感染することにしましょう。感染させてビリから1位に逆転することにしましょう。ちょっと作戦を変更したいと思います。まあこれはかなりあれですね、ウイルス伝説的なビリでも、あれ時間がねないのね、ビリは時間がないから、かなりね、まあ、クラッシュしやすいけど、すげえ時間がないから、まあ逆転チャンスはかなりありますね、このゲームのウイルスレースの人は。よし、下げなく、ちょっとまだクラッシュしましょう。2周に突っ込みましたね。2周に来ました。うん、やっぱハラハラしますな。この今7位か、ここで制限時間がスタートか。おお、今さっき事故りましたね、なんか車が事故ってましたね。おお、なんかすごいバレーロールしましたな。よし、なんとか着陸しましたね。あ、やばい、そうそう、時間がめっちゃもう20秒切ってるところですね。まあまだ20秒ですが、ギリギリ。とにかくここでライバルの差をつけましょう。逃げたい、またクラッシュかい。まあ逃げたいと思います、ここから本気出して。まあもうかなりこれやっぱ逆転しやすいですね。うん、かなりいい感じですよ。うん、ここはもう危険ですな。
突っ込むと思う。やばい。おお、危ない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 。やばい、事故りますぞ。あ、やばい。事故ったけど。あ、よかったよかった。奇跡的になんかいいところにスポーンしましたね、車が。よし、このまま逃げたいと思います。ということで、逆転しましたね。じゃあ、最後のレースに行きましょう。最後のレースは、地下鉄に事故りまくるコースです。まあこれ前回クラッシュレースでもめっちゃ車が事故ったので、今日はちょっとこれが一番クライマックスとします。つまり今回のこれで事故がどうなるか分かりませんが、すっごいこれはハラハラするコースですから、どう考えても事故多いコースですね。で、早速レースがスタートしました。気づいてたら、うん、この地下鉄ですね。この地下鉄がかなり危険な障害物ですね。つまりもう下手するとクラッシュしたらビリになるっていう。下がってみて、おー、やっぱそうですな。この地下鉄やっぱやばいですよ。危なっ。この先かかりそうでかかりませんでしたね。あ、またか。しかもこの地下鉄いつ出るかわかんないからね。いつクラッシュしてもおかしくないからね。で、これめっちゃみんなクラッシュしてたら、多分これみんな感染したらどうなるかわかんないけど、クラッシュバトルになりそうですね。またなんかさっきカーブでクラッシュしましたから、危なっ。あ、まだ感染かい。まあここはちょっと感染してできるだけあれですね、ここはまだあんまりやばいところないから、まあできる差をつきましょう相手から。で、問題がこのカーブですね。この車こういうカーブちょっと苦手かもしれないから、カーブをなんとかクリアしたから。おお、今ちょっと危なかったですね。あ、地下鉄部の地下鉄。ここはかなり地獄です。地獄の道です。おぉ、危ないけど、まあ、これはかなり。危なっ！今さっき、なんかライバーの車、地下鉄に事故りましたね。完成しない車が。危ないかったですな。おぉ、なんか後ろが、もう、ウィールスだらけになってる。おぉ、危ない危ない。ハラハラするわ。速いし、車も。車速すぎて、すっげえタイミングが大変ですね、ここは。あ、早い早い早い。多分これ、時速。うわ、今なんか変なところにクラッシュしました。なんか変な、三角度。なんか面白い事故り方しましたね、今。まあ、とにかく逃げましょう。で、この車、500キロに近い速度出てるから、かなり速いから、やっぱ、地下鉄にもぶつかりやすいね。そう、線路は危険ですよ、このコース。で、できるだけこのウイルス状態でちょっと逃げたいと思います。あ、逃げ切れないかな、ギリギリ。まあちょっと差をつけましょう、ここは。よし。あ、でも悪くはないかもしれん。カーブって減速した方がやっぱ走りやすいから、ちょっとここはショートカットで車を走らせ。よし。お、あ、でも、いいところでかかりましたね。ということで、1位になりました。ということで、今日のレースはここまでですね。ということで、今回はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。ということで、じゃあ、さよなら、バイバーイ。